義兄であるポートガスディエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルタウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルダウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、俺とお前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。
エースが囚われている処刑台へ向かうルフィ。仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ちふさがった。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。でいっ！ゴムゴムのガトリング！ゴムゴムよ！ブレッド！ゴムゴムよ！お前！ゴムゴムのガトリング！ゴムゴムよ！バズーカ！次だ！セカンド！全部ぶっ飛ばしてやる！ジェットピストル！ルフィと仲間たちはエースを救うため処刑台へとひた走る。出てこいゾンビ兵ども、ここは戦場、死人の数だけゾンビは増やせる。潮に弱いんじゃったのモリア、お前さんのゾンビ兵は。分かってるはずだぞ。
俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよ、ルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしている。たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。その男もまた未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟であり、その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。もうどんな未来も受け入れる。差し伸べられた手は掴む。俺を裁く白羽を受け入れ、もうジタバタしない。みんなに悪い。天命よ、クモ。無理だね。打ち水、サメが荒らせ。打ち水。海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよ、ルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしている。たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。この男もまた未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟であり、その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。もうどんな未来も受け入れる。差し伸べられた手は掴む。俺を裁く白羽も受け入れ、もうジタバタしねえ。みんなに悪い。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙う黒子たち、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目。
死闘を繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。大岩府から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では、海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワール。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの実の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。任せろ。
グラグラの実の力でマリンフォード島全体を傾ける白ひげ。対して分厚い鋼鉄の包囲壁で湾を取り囲む海賊たちを処刑台に近づけまいとする海軍。煮詰まる戦況に苦戦する海賊たちへ戦国は叫ぶ。これより速やかにフォートガス D エースの処刑を執行する。あの無鉄砲さ、兄貴にそっくりじゃねえか。ダイヤンカジュリア、ヒロタマモーレッド任されたジュリア、ロキフン、タマモーピストル、ジュリア、うっとうしいの。やっ、セカンド調子に乗りやがって。うりゃっ、ジャッカピストル、絶対に許さん。よっ、お前はね。はっ、おっとっと、ジャッカピストル、よっと、全部ぶっ飛ばしてやる。ジャッカピストル、くっ、ホストバズーカ、よっ、サード、ちょっと疲れた。ゴムゴムのガトリン、ゴムゴムの、気をつけな。ゴムゴムのガトリンが、ゴムゴムのピストル、マルチだ、ハッチャ。マルコに助けられ青生地の攻撃を逃れたルフィだが、満身創痍のルフィの前に今度は大将キザルが立ちふさがる。
度胸だけじゃねえ。麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。だけじゃねえ。麦わらのルフィ、力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。天の村くもよっと炎のピストル、一人で三大将に戦いを挑んだが、ルフィは力及ばず敗れる。立ち上がれないほど消耗したルフィ、しかしまだエース救出を諦めてはいなかった。ルフィはイワンコフに一つの頼み事をする。イワンコフにテンションホルモンを注入され、再び立ち上がったルフィ。またエースを処刑する気だ、あいつら。エースを救出するため、処刑台へとかける。
はっ、ロックス警告、さらに攻撃を続ける。はっ、危険、ダメージ、うん、なんか損傷、ダイ、強力な攻撃。攻撃を受けていく。ダメージ、攻撃、攻撃、第一攻撃、チクショー、はい、まずーか、
六方位の警告包囲力の武器を使う。ハッ六方跳躍ハッムッツムダゲソントソーダツ強力攻撃危険の警告回避見てろハッ攻撃ロック攻撃バッタン勝各部に激しい損傷攻撃を受けていくダメージ強力系ロック回避攻撃危険重大なダメージなんとダメージ危険攻撃を受けている損傷大なんと強力スキルダメージイワちゃん任せろ攻撃を受けている味方がやられている攻撃スキル跳躍見てろダム危険攻撃を受けている損傷ダメージ 70% オーバー攻撃を受けている衝突なんとは継続ふむは攻撃はよっとはっ跳躍ちくしょう回避だった残ぬダメージてこおうダメージ危険跳躍この回避なんと戦闘不能戦闘不能の仕方を確認援護する攻撃を受けている危険戦闘ルフィの目の前で倒れたマルコ・ジョズ海兵たちの一斉攻撃を受け満身創痍の白ひげしかし心は折れてはいなかった息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえじゃねえか
ルフィが無意識に発動させた覇王色の覇気に圧倒される人々。白ひげが叫ぶ。野郎ども、麦わらのルフィを全力で援護しろ。ミホークを破ったルフィは勢いに乗り、祖父ガープをも下した。息上がるルフィたち。しかし海軍も掲げる正義と誇りをかけ、ルフィの前に立ち塞がる。
俺に任せろ。海軍大将キザルを白ひげに任せ、ルフィはついに兄エースの待つ処刑台へと到達する。しかしそこには最後の砦として立ちふさがる海軍元帥戦国の姿があった。任せとけって。数々の困難を越えエースを救出したルフィ。あいつ本当にやる男ちゃべる。
あいつだ。トウ。フン。おら。おら。気をつけな。フン。力試してみるか。エースの解放を見届けた白ひげはクルーを逃がすためマリンフォードと心中する意思を告げる。エースさん、ルフィ君前を走れ。お前さんたちは狙われとる。思い切れないエースだったがジンベエにせかされ白ひげに背を向ける。だが
るな。まだまだ。これはどうだ。うわあ！はっ！調子に乗りよって、絶対に逃がさん。ふん！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 終わらねえよ。よっ！はい！ふっ！どりゃ！ふっ！おたるに！絶対だろ！バカされな！油断しちょらんか。ふわあ！大分か！やるな！まだまだ。ほっ、どうだ。ジュン、
ルフィをかばい、赤犬の一撃を受けたエース。ルフィや白ひげ、仲間たちに礼を言い、満ち足りた表情を浮かべたまま落命する。嘘だろ？おい！エース！エース！助けた兄を眼前で殺され、ルフィの精神は崩壊してしまう。だが、エースの弟を連れてけよい、ジンベイ！その命こそ、生けるエースの意志だ！エースの意志は守られ、受け継がれていく。ルフィの中に、しっかりと根を下ろし。高みへまた近づいた。成果どう任せろ。ぶった切り。
少し。少し。修行の。一流のコックの料理を食ったんだ。しっかり働けよ、ルフィ。おう、サンジ、任しとけ。終わったら、また飯な。俺様のビームで一発だ。何か言おうかね。特殊な手配書が届いただわいな。注意して挑んだ方がいいだ。期間限定の手配書が届いているだわいな。手配書がたくさん届いて鍛えるとなどれも手強い手配書ばかりだ。手配書がたくさん手をしてやる。息子と呼んだエースの処刑を阻み、その身柄を奪還するため、大海賊白ひげエドワード・ニューゲートは海軍本部のある島マリンフォードを急襲する。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる大海賊時代開幕以来最大の戦いの火蓋が切られようとしていた。
凍りついた湾を挟んで白ひげ海賊団に対峙する海軍と桜花七部海の猛者たち。しかし海を越える力を振るう者たちにより戦いはすでに始まっていた。ロビアよりさらに奇襲ゾーン系幻獣種やるよい。こっちだよ。行くよい。嘘をつけ。これは効くね。嘘つけ。信じるものはてめえで決めろ。白ひげ海賊団の船に向け火山弾を降らせる赤い。しかし白ひげはマグマの塊を槍で貫き一息で吹き消した。喧嘩しやがって戦場ケーキにでも灯してやがれマグマ小僧。派手な葬式は嫌いか白ひげ。
海軍本部とオーク七部海隊白ひげ海賊団の巨大な力のぶつかり合い、そこにインペルダウンを脱獄してきたルフィやイワンコフ、クロコダイルらが参入。しかしクロコダイルの目的は因縁ある白ひげを倒すことであった。
突如白ひげ海賊団の頭上から現れたインペルダウンを脱獄した海賊たち。麦わらのルフィ、革命軍のイワンコフ、かつて七部海であったクロコダイル、ジンベイ、その中には白ひげの昔なじみの姿もあった。ジャハハハハ、世界を覚悟しろい。あの白ひげに話しかけられてる。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。うわトマあらトハセイフン。そんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。それやれやれ、空中切り込みだ。ガーガー。そんな。あの白ひげに話しかけられてる。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。やっぱり戦略空中切り込みだ。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。なめるんじゃねえぞ。バラバラぞ。なめるんじゃねえぞ。そんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。そうだ、久しぶりだな。覚悟しやがれ。バラバラホー。舐めるんじゃねえぞ。行くぜ。舐めるんじゃねえぞ。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。舐めるんじゃねえぞ。そんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。そうだ、久しぶりだな。覚悟しやがれ。そんな時に、そんな首を取るのは構わねえが、おめえ
その後を海軍をどうする。あの数は手に負えねえぞ。やばい。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。こんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。やっぱあんたも伝説の住人なんだ。人ごとだと思いやがって。なめるんやめろ。そんなに囚人たちを引き連れて俺の首でも取りに来たのか。そうだ、久しぶりだな。覚悟しやがれ。首を取るのは構わねえが、おめえその後を海軍をどうする。あの数は手に負えねえぞ。実は俺もそうだ。手を焼いている。凍りついた海で戦う海賊たちを赤犬の流星火山が襲う。マグマの玉に焼かれ海に落とされながらも互いを助け合う海賊たち。しかし容赦なく降り注ぐ炎の雨は氷上の全てを焼き尽くしていくのだった。スクワードを騙し裏切らせた海軍に激しい怒りをあらわにする白ひげ。船を降り凍った海を揺るがしマリンフォードを傾ける。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。邪魔だな、おい。
さっさと包囲壁張らねえからだ。お前の氷のせいじゃろがい。おお、君が溶かせばいいよ、杯。おっとっと、舐めるんじゃねえぞ。ちょっとしまらんが、真面目の若いに手をつけな。おろっ、せい、ふん、とん、おっとっと、それ、ふん、せい、ふん、と、はっ、よ、うわぁ、ちょっと疲れた。おろっ、え、はっ、ふん、おれ、ふん、はっ、いてえじゃねえか。とろっ、はっ、せい、とん、おろっ、とん、おっとっと、よっ、な、な、ふん、ほら、ふん、ふん、まだだ。フェザーズバック、わしが終わらせるよ。甘いけど、いや、取りたくねえな。邪魔だな、おい。バカッとやって、イノさん、大の本か。そんなもんと、さっさと包囲壁張らねえからだ。お前の氷のせいだろうがい。おお、君が溶かせばいいよ、杯。あとは頼んだ。この辺りが、しまらんな。始めろ、若犬。バカタレが、調子に乗りやめるよ。罪人許さん。おら、うん、とうとうとうおら、うっやだ、うわぁ、いくぞ。よっ、開けてみろ、二の脅しなぐら。よっちゃ、おろっ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 、